で皆さんこんばんは。あ、日本はおはようございます。おえびゆったんです。久しぶり、ロータンのせい。 It's been a long time。 はい、ということで今日は郵便局の話をしたいと思います。もうとにかくね、大変でした。何が大変だったってね、めっちゃ混んでんの。まずごめん、違うの。混んでんじゃなくて、人がいねえの。窓口が1個しか開いてなくて、こんなに列あるんだから、もっと窓口開けるよって、なんか1人奥にいるっぽいのに、全然そいつが開けねえの。もうね、そういう文化みたい。それなんか並んでるさ、おばちゃんたちもさ、こんだけ並んでんだから、もう1人奥にいるっぽいから開けなさいよみたいなことね。みんなでね、わー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 、いや、悪口言ってんだけどね。それでも全然解決にはならないからね、もうしょうがねえなって感じでみんな待ってんだけどね。もうほんとね、ありえないね、接客業じゃないっていう感じにね、なってますね。結構こっちのお店は全部そういう感じでね、思いやりがない客に対して。いや、優しい、いい人も多いけど、なんか割と適当。で、まあ、日本からの荷物をね、まず普通に届けて欲しかった家に。だけど、無理でっていうかなんか不在票が届いちゃってて、あーと思って。で、なんか、再配達できますよって不在票に書いてあったから、あーじゃあそれでいいじゃんと思って。で、なんか、ネットで再配達の、お願いを、こう、申請するみたいなページがあって、そこで普通にお願いしたわけ。次の日に運んでくださいって。それ、まあ、一日中待ってたよね、家の中でも。いつかな、窓の外見ながら。で、来ない。で、なんか、ニューヨークに住んでる友達とかが言うには、なんか、こっちの郵便配達の人は、なんか、重かったり、今日めんどくせえなって思うと、なんか、やめようみたいな感じで運ばない人があるから、って言われて、嘘でしょ、ありえなくない、そんなこと。でもなんか取りに行くのが確実ですよみたいな感じだったので、今日ヤムキッパーって言って食材の日で、ユダヤ教のすごい祭日でお休みなので、学校がだから、やっとの思いで取りに行ったわけなんですが、もうそれがね、まずさっきも言ったけど、パスポート忘れて行ったから、30分並んで待って、やっと私の番だと思って窓口行ったら ID やるって言われて、で、あーやべえないと思って、学生証出したらこれじゃダメですって言われて一回帰った。でもね、結果的に良かったんですよ。次行った時に、なんかバイトみたいなおばちゃんがいて、ピックアップの人はもうこっち来てって言って、こうすごい早く列に並ばないで、ピックアップのものだけやってくれて、で、なんか名前呼ばれたら来てね。で、まあ無事に荷物も受け取れまして、パスポートもちゃんと持ってたからね、もうバカなんじゃないの、本当にパスポート忘れるって私。何やってんだかって感じ。で、まあ無事に受け取れたんだけど、荷物が1個しかなくて、2個のはずなのに、で、あれと思って、で、ちょっと、ごめん、2個のはずなんだよね、私。ママから2個送ってるよって言われてんだけど、って言ったら、おー、マジか、じゃあ確認してみるよ、待ってて。うわーみたいな感じ、すげえね。めっちゃ歌うね。お姉ちゃんの担当の人が。で、なんか歌い声がどんどん離れていって探してくれてんだなと思って、そしたらまた歌い声がすごい近づいてきてなんだ。なんか帰ってきて、あ、やれーって言ってて、私の2個目の荷物を見つけて持ってきてくれたんですけど、あの人ほんと面白かった。なんか、こう、持ってこようとしたら、え、あんた何できたの？車で来てるよね？みたいな感じ言われて、いや、歩きで、ちょっと手で持って帰るよ、みたいな言ったら、はぁ、バカじゃないのよ、ショッピングカードとか、持ってきた方がいいよ、絶対、とか言いながら、なんか、まあ、頑張って、みたいな感じ。そう、で、まあ、総勢22キロぐらいの荷物だったんですよ。段ボール2個でね。で、もう、全然持てなくて。最初はなぜか、肩となんか腕で、うまいこと持ってて、お、これいい感じ、と思って。だけど、まあ、重いから、途中で、無理だってなって、下ろして、で、もう一回持とうとしたら、なんか、最初の持ち方がもう一生できなくなっちゃって、なんか、ああでもない、こうでもないとかしてたら、しながら、なんか、まあ、チビチビ進んでいってたのね、みたいな。そしたら、なんか、途中で、あ、オッケーみたいな感じで、おっさんが話しかけてきてくれて、ね、でも、自分でやった方がいいなと思ったから、大丈夫、ありがとう、みたいな感じで言って、で、その彼はなんか、ご飯屋さんに入ってって注文をしたわけ。で、そしたら、なんか、もう一回見に来てくれて、なんか、ああいうシュワーみたいな感じ言われて、いや、きついんだけど、でもいいよと思って、大丈夫って言ってたんだけど、なんかどこまで行くのって言われて、で、何々通りみたいに言ったら、分かった、行ってやるよ、一緒に手当ててくれるから、ちょっと待ってて、みたいに言って。
で、なんかその、なんかご飯注文してたのに、店の人に、後で取りに来るからちょっと取っといて、みたいなこと言って、で、なんか一緒に運んでくれて、私の段ボール2個あるうちの1個担いでくれて、で、なんか何々通りってとこまで一緒に歩いてくれたの。で、実はその何々通りからまた、結構歩かなきゃいけないんだけど、もうさすがに申し訳ないからここでいいやと思って、でも本当にありがとうって言ってハグして、チュッチュッてして、で、バイバイして、さあここからが問題だと思いつつ、また私は歩き出したわけね。ていうか歩き出せずにいたというか、なんか、こう、わーみたいな感じになってたら、なんか道の角に男の人3人組がなんか、だべってて、で、なんか、何やってんだお前、おいおいおい、みたいな。で、なんかそのうちの一人のジャーニーっていうおじさんが、なんかどこまで行くんだって言って、で、5分ぐらい歩かなきゃいけないんだけど、まあ大丈夫みたいに言ったら、はぁ、5分もそのまま歩くつもり無理だよ。車で送ってあげるからおいでとか言って。で、なんか、それはさすがにまずいんじゃないかと思いました。私も思いましたよ。思いましたが、非常にやっぱりしんどかったというのと、ジャーニーが非常にいい人そうだったということで、私、乗りました。で、結果から申し上げますと、非常にいい人でした、ジャーニーは。車の中でもいろいろおしゃべりをして、こっち来たばっかなんだよねって言ったら、そうなの？じゃあ、言っとくけど、俺はいいやつだけど、悪いやつもいっぱいいるから気をつけないよ、みたいなことも言ってくれて。でも、ちゃんと家の前まで送ってくれてさ、家の前までちゃんと段ボールも運び出してくれて、で、なんかまたハグして、チュッチュして、もう本当にありがとう、またね、とか言って、いつでも困った時はまたおいで、とか言ってくれて、もう本当いい人でした。そんな感じで、アメリカ生活は危険もいっぱいあると思うんですが、いい人たちもたくさんいるということが本日わかりまして、っていうかな、結構その地域での、人とのつながりに感動した一日でした。